最初に慶応大学の、天野先生から、歓迎の言葉ということで、お話をお願いいたします。おはようございます。本日はリスクファイブデイ東京、2021オータムのオープニングで、スピーチをさせていただきありがとうございます。皆様リスクファイブデイ、よくいらっしゃいました。実を言うと僕は横浜市民でありまして、横浜で在職しておりまして、ここは横浜だから本当はリスクファイブデイ横浜ではないかというツッコミを入れたいところなんですけれども、今ご存知の通りもうリモートコンファレンス、テレコンファレンスになっておりますので、考えてみるとどこでやっても同じようなものだ、というふうに思います。なので、横浜東京の辺でやっているリスクファイブデイの、イベントだと、そういうふうに考えて皆様を心から横浜にようこそというふうに歓迎したいと思います。さて皆さん、今の半導体危機、どういうふうに見られているでしょうか。コロナがあったために、一時的に半導体が不足していると、こういうなんかすごく一時的なショーテージというふうにご覧になっている方もいらっしゃると思いますし、それも一面の事実だと思います。でも実を言うと僕は思うに、今の状況というのはこれから始まるポストムア時代、これに対する予兆といいましょうか、もう賭場口に差し掛かっているという印なんじゃないかというふうに思います。世の中すごく変革がある場合は、その前にやっぱりちょっとした予兆とかちょっとしたなんか動きっていうのがありますよね。それがいよいよ来てるのかなというふうに思っています。現状でいろんな状況、AI が社会に浸透して、で今まで掛け声だけだったのが実質的に利用が始まったと、自動運転、ロボット、ドローン、スマートシティ、いろんな用途が実質的に始まったと。であとそれから 5G ビヨンド 5G、通信革命が起きつつあると。で、コロナの需要もあるんですけれども、 IT 機器というのの需要が爆発的にもう拡大していくわけですね。今までとはレベルが違うところで拡大していくと。ところがその半導体チップやハードウェアやアーキテクチャというのはこれを支えきれていないという状況があります。でこれがポストムア時代になってますます激しくなってくる。で今までとは違ったような形で世の中が展開していくだろう、これは多分明らかなんじゃないかと思います。で半導体、ご存知の通り半導体というのはいろんなプロセスがあります。これ政府の人から見ると半導体チップというと同じに見えるのかもしれませんが、いろんなプロセスがあり、いろんなテクノロジーがあり、いろんな使われ方があって、で多分これからあらゆるものが足りなくなり、あらゆるものがある意味で需要が非常に起きてくる状況になるんじゃないかと思います。で、現在政府はようやく半導体振興を試みておりますが、工場誘致、製造技術へのテコ入れ、これだけでは30年に一度の変革、これを乗り切る、これに乗っていくことはできないんじゃないかというふうに思っています。もちろん僕は例えば TSMC の工場誘致なんかも非常に素晴らしいことだと思っています。先端プロセスじゃないってもうこうおっしゃる方もいますが、実際レベルのプロセスは今日本にはないわけですし、将来的に例えば車やなんかの用途としてはあれぐらいのレベルが主流になるんではないかと思うので、非常にいいところを狙っているなというふうに思っています。ただそれだけではダメで、あと我々には我々のやることがあるんじゃないかと思っています。で一方で我々自身はちょっと自信を今まで失っていたのかもしれない、これは僕自分自身で非常に反省しています。本当はもうこれからチップ、ハードウェア、アーキテクチャ、こういう時代が来ているのに閉塞感とワコン感にとらわれていたんじゃないかと。で上流の情報処理は非常に華やかなわけですよね。 AI 技術、深層学習、VR、AR、グラフィックス、こういうのに比べてシステム、アーキテクチャ、ハードウェアっていう基盤的な情報処理っていうのは、ある意味本質的に地味なわけです。であとそれから今まで半導体は儲からない、日本の半導体はダメという根拠のない攻撃をずっと受けてきたようなイメージがあります。で実際のところ
日本の会社が半導体作って儲からなかったことと日本の半導体がダメってことは全然関係なくて、いろんな要素があるんですけれども、なんとなくそういう状況がかなり長期間続いてしまい、半導体関係、その基盤情報処理関係がもうなんかダサいんじゃないかっていう風潮が広まってしまったのも問題だと思います。でこれ我々自身も良くないんですけれども、我々はやっぱり大学なんで、ハードウェアがちゃんと設計できる学生を養成しようと思って頑張ってるわけなんです。ただ正直言って今のハードウェア技術言語システムベリログにしろ VHDL にしろ、ダサいわけですよね。でしかも変な風潮があって、世の中スケマティックレベル、つまり回路図を変えて設計するのから HDL に進み、それからは C レベルの設計に進んでいくみたいな伝説がありまして、HDL って教えても滅びるんじゃないか、オワコンなんじゃないかという人が実際にかなりいるわけなんですね。で皆さんはもちろん現状はご存知で、今チップを作っている人たちは基本的に HDL を使っているわけですね。HLS は FPGA の設計ではもう主流になりまして、IP を何か設計する場合はもちろん有用なツールではありますが、全体は HDL、RTL の設計を知らないと全くチップ設計というのはできません。だから我々ずっと HDL を教えていくしかないわけなんですね。でもまあこれはっきり言ってダサいわけです。ではハイレベルシンセシス、HLS の方はどうかというと、これではもちろんチップができないです。ただなんとなく呪縛というか、C 言語で書くと、あるいは C++、下手すると Java とか Python で書くと、もうそれがポンとシリコンになってできるみたいな、夢ですよね。こういうのが広まっていたわけです。で、HLS 実際に使ってみますと、これ FPGA の世界ではもちろん主流になっているんですが、結局ベンダーのプラグマ、それからノウハウの地獄です。で、学生でもその全体のシステムの流れがちゃんと分かる人にはいいんですけれども、そうじゃない人が設計すると、もう本当にどうしようもないのができて、結局ベンダーのプラグマいじくり回しながら何度も何度も設計して、でちっとも性能が上がらない。そういう状況になってしまいます。でまた例えばザイリンクスのプラグマが、ビバドからバイティスに変わると、急に全部変えなきゃいけなくなったりして、そういうような問題もあります。また X86、それから ARM によって CPU の種類、ISA、命令セットアーキテクチャも可変化が進んでしまいました。また我々にはどうせ CPU 作れないんだというような、イメージが広まったわけです。FPGA 業界、これは我々ハードウェアさんの強い味方だったんですが、インテルや AMD とくっつくにつれ、ユーザーの方には向かなくなっちゃったんですね。闇落ちと僕は呼んでいるんですけれども、我々の味方ではなくなりつつあります。で、学生はハードウェアを志さなくなりました。うちの研究室も人気がなかなか上がらず、それでもいい方だなとは思っているんですが、その現状を理解した極めて賢い人は来てくれます。今必要性があると、要するに世の中の流れに流されない人以外はもうハードウェアを向かなくなっちゃったんです。ただ我々にはリスクファイブがあります。でリスクファイブのコミュニティが素晴らしいと思うのは、まずオープンソースで開けた環境です。特許や何かの波に怯えて何かを開発する必要がないと。また誰にでも作れる自由度の高さがあります。新しいアイデアをチップにする際、リスクファイブを混載するわけですね。今回のリスクファイブでもいろんな試みが行われ、特に日本の、国プロ、ネドプロの AI チップというのはみんなリスクファイブを混載しています。リスクファイブがコントロールしないと新しいアイデアが実現できない。でソフトウェアのエコシステム、これもう今まで散々苦労して乗っけていたのがだいぶマシになりました。もちろんリスクファイブだってこれちゃんと動かすにはいろいろ苦労がいるんですけれども、ずっといいわけですね。でさらに自分のアイデアでコミュニティに貢献できるという積極的な気持ちになれます。要するに、X86 や ARM の、コミュニティに比べてなんか隔絶感がないわけなんですね。自分たちでやっていける。でこういう雰囲気って非常に大事です。でまたかっこいいんです。命令セットもかっこいいです。これ最近教えながらいろいろだんだん深く分かってきて、
つくづくよく考えられたクールな命令セットだと思います。気に入らない部分もいくつかあるんですけれども、でもほぼいいんじゃないかと、これ分かってくれる人いるんじゃないかと思います。また説教言語としてのチゼルです。で、僕は本当はチゼルはあんまり好きじゃなくて、僕は自分でずっとシステムベリログとかベリログとかやってて、まあ、あれで何でも書けるからわざわざチゼルとか使わなくていいやとか思っているんですけれども、でも若者にとってはチゼルの方がずっとかっこいいですよね。ベリログや VHDL に比べてむちゃかっこいいと。で、なんかこうそういう気分になれるんじゃないかと。つまり今ソフトウェアの世界では、まあ、Python をはじめとしていろんな新しい言語といろんな新しい環境が出てきて、まあ、コンピューターを志す人はそれかっこいいなと思ってやってるわけです、はい。で、チゼルはこれ今までずっとその割とダサかった、HDL で、しかもこれ HDL ずっと我々教えていかないといけないと思うんですけど、これに革命をもたらすことはもしかしたらできるのかなと、思っています。で、まあ、半導体工事を誘致するものもいいと思うんですが、僕は大事なのはやっぱり世の中の雰囲気、まあ、こういう新しい、オープンな雰囲気を作っていかなければいけないと思います。で、リスクファイブコミュニティ、まあ、ここでこれからずっと講演したりしているコミュニティ、これはその一つの核としてなりうるんじゃないかと思っています。さて、我々ももちろん、いろいろ努力しておりまして、あさって僕は自分のところで作っているリスクファイブコンサイの新しい FPGA のお話をしようと思います。ただ、教育っていうのは非常に大事で、少しここで宣伝していいと言われているので宣伝をさせていただきます。ハリス&ハリスのテキスト、これは NC&パターソンのテキストよりもハードウェアさん向きの内容です。ヘネシー&パターソンのテキストは正直言って難しいんですよ。あれわけわかんないところがあります。これおかしいんじゃねえというところがかなりあって、それに比べてこのハリス&ハリス、このハリスさんはインテルの技術者だった人で、実際に CPU を作っていた経験を持っている、人です。でシステムベリログや VHDL の技術がついていて極めて実践的なテキストです。で、今まで MIPS 版は実は日本でこういう本の中としては非常に売れたんですね。で、というのは大学でテキストを使うのは非常にいいもんですから。で、今年 の, 夏場にようやく出てきて、というのはその出るまでにすごい時間がかかってしまい、どうしたんだこれみたいに思っていたんですが、今中条先生や鈴木先生と協力して翻訳しております。で、来年のリスクファイブでスプリングに間に合わせて、ここで売り出しをできるようにしたいな、というふうに思っています。以上です。どうもご清聴ありがとうございました。